それ聞いてるの。何？初めて来たという方がいらっしゃる方、初めて D1 ドリフトを見たという方がいらっしゃる方、絶対聞いてみて。あ、失敗したで。あら、ちょっと、お、失敗をごまかしましたよ。ごまかしました。ドリフト初めて見たでしょ、何人ぐらいいらっしゃるか。ちなみに今日ドリフトは初めて見たよっていう方いらっしゃいますか。あ、結構ほら、水田見て。え、いらっしゃいますよ、結構ほら。いや、俺目悪いから見えない。ちらほら、ちらほら。あ、ほんまや、いらっしゃい。あの壁際もほら、ね、おい、ポスター持って、あ、今ジャンプしたと。あ、君です、君です、別に何もないけど。ありがとう。しかもね、船の科学館っていうあの駅の、ゆりかもめの駅のすぐそばなんですよ。そうなんですね。海の香りと、はい。めっちゃ当たってるやん。ボコボコで。大丈夫なっけあれ。これシリーズ戦やったらえらい話やで。なこと足たまるんかい。あ、もう今日は3日目でしょ、はい、最後なんですよ。だからここから4月の開幕までしばらくありますから、3回。はい、なるほど。まあ、今日ちょっとぐらい当たっても大丈夫。まあええか、ぶち壊しても大丈夫ですよ。ただ同乗走行なんで中乗ってる方のね恐怖でしょう。でも、はい、僕一つだけアドバイスがあります、中乗ってる方に対して。なるほど、はい、僕も何回も、はい、D1 ドライバーの、ね、横乗ったことあるんで、うん、どうやればいいかっていうのがありますから、コツを教えてあげてください。はい、一つだけです。はい、気をつけて、気をつけてということでね。辻さん、これも何回も言ってますけど、お客さんの反応ちゃんと見てます。じゃあもうほんまこれ前説でも俺ねやりましたけども、はい、ね、こういう人が飛びますから注意してくださいよ、こうしてください、はい、気をつけてねって言ったらね、うん、俺はウケると思って言ってるのよ、はい、僕は俺何が悪いか分かりました、はい、客が悪い。帰れもう本当すいませんでした。ただ秘密、同じくお台場で X4 です。お台場始まりましたけど大丈夫です。これ中止してます。22日、中部国際空港セントレア、そして翌日エキシビジョン、同じくセントレアで行われます。